NPO 法人札幌カラス研究会中村です。ちょっと映像が暗いんですけどね、これこの間、スズメも食べてたし、最近はマガモがよく食べてるんですけども、ケヤキヒトスジワタムシっていうアブラムシのが、の卵っていうか大集合してですね、それを今ブト君ちょっと言っちゃったんですけどね、隣の木に移っちゃったんですけど、それをですねブト君が一生懸命食べてました。でこれ今ちょっとあんまり拡大しちゃうとね、多分嫌な人いると思うので、これ以上近寄らないようにするんですけど、この木の幹にちょっと黒っぽくなんかこう模様がありますよね。これが実はですねアブラムシの塊なんですよね。固まって卵というか幼虫を産むっていうのがそういう習性があって、まあ何度も言ってるんですけど、北海道は元からケヤキがないので植栽なんですよね。なもんですから、あ、ブト君こっちだね。ブト君映るかな。ブト君植栽なので、どうしてもそのケヤキが少ないので集中しちゃうんですよね。おそらく本州も間違いなくいると思うんですけど、多分本州はケヤキ普通にあるのでね、北海道で白樺とかがあるように普通に生えてますから、こんな集中は多分しないと思うんですよね。ちょっと私このね見てないので何とも言えないんですけども、そんな状態です。ただですね、このねアブラムシもちろん全部鳥が食べるわけではないんですけども、相当数がやっぱり鳥の貴重なタンパク源になってます。まあすごいちっちゃいんでね、どんだけ食べれば果たしてなるかっていうのは分かんないんですが、ないよりマシなんでね、取りやすいですよね。誰でも取れちゃうんで、その生きたトンボ捕まえるとかね、この間のボソさんみたいにね、そういう技はいらないです。なのでね、そういう意味では鳥にとってはありがたい食べ物なのかなと思います。それでは。